はい、今回はこのグルームの眉毛バサミですね。眉バサミデラックスの商品レビューみたいなのをしたいと思います。ちょうどっていうのも変だけど、眉毛バサミがちょっと壊れてしまって、いろいろ100均とかで買ったりとかしたんですけど、あんまり良くなくて、これダイソーで買ったやつなんですけど、ダイソーで買ったやつはもうこの先っちょの方とかで切っても全然歯が切れないっていうね。で、こっちもどっちがダイソーだったかちょっと忘れちゃったんですけど、まあどっちも100円、100均のやつで、片っぽがキャンドゥかな、片っぽがどっちかがキャンドゥでどっちかがダイソーなんですけど、まあどっちも使い物にならなかったですね。とりあえずこう先っちょの方で毛を切ろうとしても全然なんかくねってこう折れ曲がっちゃって、全然全く切れないっていう、まあどうしようもないハサミですね、この2つは、で満を持して、まあ、いつも通りギャツビーのやつ買おうかなと思って買いに行ったら、まあ、こういう今なんかすごいのが出てたんで、まあ、こういうの使ったことなかったんで、こういう櫛がついてるやつとか、普段っていうか、まあ、こういうコームがついてるやつとかあるんですけど、こういうのじゃなくてもう最初からハサミについてるっていうやつなんですけど、あえてこっちを買ってみて、試してみたんですけど、まあ使いづらいですね。はっきり知ってこれは、まあ、いらないかなと思います。こっち側のこう曲がってるタイプのやつで使い慣れてる人は、いやマジでこれおすすめしません。で、まあ、これ取っても使えるんですけど、これ、ね、買ってこれ取ってもこう使えるようになってるんですけど、まあ、取るんだったら、まあ、これ櫛いらねえじゃんって話じゃないですか。で、まあ、このやつのに比べてこうでかいんですよね。なんで、なんだろう、鼻毛とかこう切ったりするときに、こっちだと鼻毛の一本だけなんか生き残ってる鼻毛とかをこうちょきってこう切りやすかったりするじゃないですか。まあ、そういうのとかこっち側のこう細いやつはできるんですけど、これは何しかここまで柄がぶっといんで、先がこう太い分、鼻の穴にこう入れづらいっていうのもあるし、こう可動域がこう動く、もう元がでかいからこう鼻の穴の中でこう動かせないんですよね。でこれ間違えて鼻の粘膜挟んじゃったりとかして、結構ドエライ目にあったんで、そういう利便性の、ほんと眉毛切るしかできないっていう、まあ、眉毛切るのはこう歯の部分がこう長いんで、歯ね、この歯の部分が長いから、リーチが長いから一発でバツってこう切れるのはいいけど、まあそんぐらいですね、ほんとメリットは。まあでもその必要ないかなと思いますね。普通にこっち、この曲がってるやつでこうちょきちょきちょきって切っていけばいいだけの話なんで、でこっちはまあなんだろう、鼻毛とかそういうちょっとしたやつにもまあ使いやすいっていうのがあるんで、まあ、このタイプの、まあ、ギャッツビーとか、まあ、グルームでもこういうタイプの従来の眉バサミの形をしたやつがあるんで、まあ、これから買おうと思ってる人とか、まあ、こういうの興味あって、これどんな感じなんやろなって思ってる人は、はい、まあおすすめしません。まあ、こう手持つとこもでかいしね、ここの手持つところもでかいし、なんか使いづらいっす。はい、以上です。久々の投稿はちょっとこんな感じで、ちょっと、まあ、鳴らしていこうと思います。はい、以上です。とりあえずこのグルームのこれはおすすめしません。ぜひね、眉バサミ買い替えようと思ってる人は、従来のね、こっちのタイプを僕はお勧めします。はい、以上です。